続いて無所属の会の質疑を行います。なお質疑時間は答弁を含めて20分です。菅間進委員、菅間進委員、午前中最後の質疑でございます。先ほど正代委員が先に触れており、一定程度のお答えをいただいておりますが、ハラール対応職普及促進事業について、お尋ねしてまいりたいと思います。まずはじめに、経済成長を続けている、東南アジア諸国の人口は先ほども触れたように約6億人、そのうち約2億8000万人がムスリムと言われています。特にインドネシアやマレーシアに多く、どちらも日本を訪れる人が増え続けています。この東南アジアのムスリム対応をしっかりすることがで、15年後には世界の3分の1を占めるだろうと言われている大きな市場を獲得することにもつながると思われます。今回のこの事業の予算化は大げさかもしれませんが、宮城県にとって大事なムスリムインバウンドの第一歩と言えるんじゃないかと私は思っておりますが、このことについてまず父の所見をお聞かせください。村井知事。東日本大震災の風評被害により、大きく落ち込みました東北地方への外国人旅行者を回復させるためには、今後さらに増加が見込まれます東南アジアを中心とするムスリム旅行者へのおもてなしを実践できる環境整備を図ることが極めて重要です。イスラムの教えと生活習慣には、豚肉を口にできない、アルコールを避ける、礼拝を1日5回、決められた時間に行うなど、生活全般にわかるさまざまな厳しい規範がありまして、ムスリムはこれを守り生活することとされております。この事業ではこうした規範の中でも、ムスリム旅行者が特に重視している食に関連した対応、いわゆるハラール対応食の普及促進を図るものでございまして、県内においてムスリム旅行者等が安心して食事ができるような環境整備を進め、我が県へのインバウンドの拡大を図ってまいりたいと考えております。菅間進委員。だいぶ周回遅れしている東北宮城のインバウンドですけど、全国でも、このムスリムについての対応についてはまだまだ遅れている部分がありますので、この宮城がきちんとすることによって、ある程度のこう追いつきというか、また別の分野での伸びが十分期待できるんじゃないかというふうに思ってご質問させていただきました。私はですね、昨年12月インバウンド経営戦略塾という勉強会に参加させていただきました。その中でハラールについても学ばせてもらいましたが、講師は非常に若い方で、ハラールメディアジャパン株式会社代表取締役守護明宏さんという方でありました。心に残った言葉が何点かありましたので、ここで挙げますとですね、自由なのは情報開示である、ハラール認証取得は一手段である、まだトップセールスは早いです。要するに、十分対応ができない中で、ガンガンこうセールしてもダメですよということで、要するに、きちんと環境を整えるということだというふうに受け止めておりますが、まずできることからおもてなしを実践することです。先ほど知事もおっしゃってました。ホテルを例に挙げれば、ほぼ無料でできること、レベル1、礼拝用のマット、キプラコンパスを購入し、フロントでの貸し出しをする。あと、アルコール5ハットということですから、誤飲防止のために自販機にアルコール表示をする。館内 VOD のアダルト制限、注意をする。ホテルの周りのハラールレストランを把握しておくというようなことで、ほとんど無料で対応できるということから始めるべきだろうと。特に階段、要するに敷居を高くするんじゃないということでありますね。それと、レベル2、低コストでできる。食事対応、ハラールインスタント食品の仕入れ、ハラール認証カップ麺などを用意すると。またハラール弁当の仕入れルートを作る、ランチディナー用のやつをルートを作る。また刺身はハラール醤油とか天ぷら塩などということで、ございます。すでに県内でもホテルメトロポリタン仙台は料理提供の認証を取得しておりますが、専用の調理器や冷蔵庫など設備投資がそれなりにかかり、対応できるホテルも限られてくると思われます。レベル2ぐらいまでの対応をどう構築するかが大変大事かと私は思いますが、ハラール対応食普及促進についての考え方についてお尋ねいたします。村井知事。
県ではこれまで関係機関等によるイスラム市場に関する勉強会などを開催されておりましたが、ムスリム旅行者の受け入れを想定した豚やアルコールを使用しないハラール食の提供といった取り組みは幅広く実施されておらず、またハラールに関する県民の理解も十分進んでおりません。ハラールの規定は宗教上の規定であり、その詳細な内容は国や地域、個人によって異なり、その厳格さのレベルも様々でございます。ムスリム旅行者が安心して食事をするためにはハラール認証を受けた食材や飲食店であることが求められますが、ハラール認証機関による高いレベルの認証を取得するためには、専用の設備や機器の整備を行った上でハラール管理者の配置や定期的な監査の受験など多額の費用と時間を要することになります。一方、他国の認証基準をベースに日本の現状に合わせて認証を取得するローカルハラールが普及しつつあります。このためまずはホテルやレストラン、飲食店の従業員、食品製造事業者などがハラール対応を正しく理解し、そして無理なく実践できるレベルの対応から始めて、その上でそれぞれの経営判断に応じてより高いレベルに取り組み、その結果我が県全体がムスリムの方々にとりまして住みやすい、訪れやすい地域になればというふうに思っております。まさに委員が今おっしゃったようなレベルでだんだん上げていくということが重要だと思っております。菅間進委員長、ぜひそういった形でお進めいただきたいと思います。栃木県佐野市に、日光軒というカジュアルでカフェのようなラーメン店があります。ここのハラール餃子は日本人はもちろんムスリムにとっても人気があるにとても人気があるそうで、この餃子を食べにまさに関東中のムスリムが連日日光軒に集まっているそうです。佐野というのは非常にこう便利なところなんですけどね。この情報についても講師の守護社長の会社がサイトを開き提供、さらに口コミで広まっているわけであります。このような背景をもって日光軒はなんとハラール餃子をハラールフードショップ、レストラン、ホテル、大学の学食に向けて卸販売を開始しています。まずここで確認したいことは、もちろんおいしいこと、正真正銘のハラール食であること、そして情報が発信されているということでありますが、ここまで国内在住のムスリムの方々に評価され浸透するということは、やはり情報ということは非常にベース、もちろんおいしいハラールであるということでありますが、情報ですね、先ほど最初に述べました情報提供開示、そういった意味で、ベースをしっかりするということと同時に、ムスリムインバウンド誘客についてもこういったことをすることによって優位性を持つことができるんじゃないかと私は思います。ハラール対応食普及促進に関連し、ムスリムインバウンド誘客についての所見をお尋ねしたいと思います。村井知事。ハラール対応食の普及のためには、まずは県内在住のムスリムの留学生をはじめ国内在住のムスリムの方々に我が県の取り組みを情報を発信し評価され浸透していくということ、そこをまず身近にいる人たちから広げていっていただきたいというふうに思っています。今 SNS が普及してますので非常に有効だというふうに思っています。このためまず県内に在住するですねムスリムの方々からご意見をまず伺おうと、そしてハラール対応食のニーズや普及のポイントなどを把握するとともに、他県の先行事例とも参考にいたしまして、我が県における具体的な取り組みを進め、県内側のムスリム関係者にもこれらの内容を積極的に情報発信していくようにしていきたいというふうに思います。日光の近くに行ったらちょっと餃子食べてきてみたいと思います。菅間進委員長。栃木県佐野市の方の日光軒でございます、はい。次にハラール対応製品推進事業でありますが、苦戦している水産加工施設企業にとってはまたとないチャンスではないかと思います。すでに石巻の食品事業者で組織する一般社団法人ではハラール商品開発チャレンジ事業を行っていますが、ムスリムの方々のニーズに応える商品であれば販路は確実に増えるものと思われます。ただ懸念するのは、先ほど申し上げました情報の提供ですね。また先行して取引しているところを押しのけるためにはなかなか難しい部分があるということであります。その認知のためにどのようなサポート体制を取っていかれるのか所見をお聞かせください。後藤農林水産部長。
ハラール対応食品の製造普及につきましては、東日本大震災の影響により販路が回復していない沿岸部の水産加工業者にとっても、新しい販路拡大のチャンスであるということは認識してございます。で、今ご紹介いただきました石巻市の製造事業者数社で構成する社団法人におきましては、こうした取り組みを大きなビジネスチャンスであると捉えまして、ハラール対応食品を製造普及する活動を独自に始めてございます。まあ、我々といたし、県といたしましては、県内でのこうした動きも踏まえまして、今回の事業で、ハラール食品製造のための、施設整備支援も行いますが、外国語に対応したガイドブックの作成、それからインターネットでの情報発信によりまして、ハラール食の普及に取り組む事業者を、幅広く支援をし、適切にサポートしてまいりたいと考えております。川松委員。まあ、ぜひぜひインターネットの最大活用というんですかね、そうしなければいいものを作っても知らなければどうにもなりませんので、その辺ぜひサポート体制整えてください。先に述べましたホテルでの食事対応レベル2ハラール弁当の仕入れですが、まあ、東京周辺では埼玉県にある割烹山がハラール卸膳はじめ各種のハラール弁当を押し出ししております。まあ、かなり幅広く販売しているようでありますが、そういった意味で、これから弁当事業者というのはこれからすごく大事になってくると思うんですね。すぐそれが対応できるというか売れるとは思いませんが、そういったことについて、今回特に弁当事業者に対する、アプローチというかアピールする必要があると思いますが、いかがでしょうか。後藤農林水産部長。はい、我が県を訪れるムスリム旅行者に対しましては、レストラン等でのハラール対応食を時間をかけて提供するということも大事だと思いますが、短時間での滞在となる場合などにハラール弁当などの需要も十分見込まれるというふうに考えてございます。このため、お弁当を取り扱う事業者に対しましてもハラール食の研修会等を開きますので、研修会や試食会を開きますので、そこに参加をしていただいてご意見をお聞きしながら、こうした需要にも対応できる環境を整えてまいりたいというふうに考えてございます。川松委員。まあ、ぜひハラールは特別のものじゃなくておもてなしというものが基本だということで、いろいろと事業を進めていただきたいと思います。次、認知症地域ケア推進事業費等認知症関連予算についてお尋ねいたします。認知症監督責任の重みということで、認知症男性の徘徊事故家族の賠償を認めずということで、愛知の JR 訴訟の最高判決で JR 逆転敗訴が確定しましたが、なかなか本当に一言じゃないと。65歳以上で10人に 1.5 人、私も2月で65歳になりました。85歳以上で4人に1人が認知症または予備軍と言われており、どちらの立場に立ってもまさに先ほど申し上げましたように一言ではないということであります。昨年3月に同僚の渡辺中越議員と調査に訪れた人口12万の大牟田市は、国の新オレンジプランのモデル地域の感がありますが、それぞれの地域性がある中で宮城県としては新オレンジプランの基本的な考え方の実現のためにどのような目標を持って28年度を位置づけているのか、まずお尋ねいたします。村井知事。はい、国は昨年1月に新オレンジプランを定め、基本的な考え方として認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のより良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すとされております。県としていたしましても第6期宮城高齢者元気プランに基づき、今後認知症高齢者が増えていく傾向を踏まえまして、生活環境の変化に順応をしていくことしにくいとされる認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域で支える仕組みを作りたいというふうに考えております。認知症対策につきまして、認知症対策についても医療と介護の連携や多職種による連携が求められておりますので、来年度は認知症疾患医療センターを中心とした地域でのネットワーク構築や市町村の認知症初期集中支援チームの配置のための支援などを重点的に行いたいと、このように考えております。委員長。鎌松委員。はい、そのお答えいただいた認知症医療認知症疾患医療センターっていうのは非常に重要な位置を占めているんじゃないかと、機能をがあるんじゃないかというふうに私も思います。現状と課題についてどうなっておりますか、お尋ねします。伊藤保健福祉部長。
はい、認知症疾患医療センターは専門医療の提供と地域連携の強化を目的に国が定める要件を満たした医療機関に対しまして県及び政令市が指定を行うということで、平成23年度から現在まで県内では8カ所の医療機関が運営を行っております。センターにおきましては認知症の鑑別診断や医療相談のほか、かかりつけ医や地域包括支援センターなどとの会合研修会が行っているところでございます。一方、平成26年度以降の指定が多く、関係機関とのネットワーク構築が課題となっていることから、検討いたしましては保健福祉事務所による認知症地域ケア推進会議などを通じて、センターを支援してまいりたいと考えております。田村進委員。はい、それはきちんと進めていただければと思いますが、認知症というとですね、何かその特別なものというふうなことで、何かまだまだ私たち自身もおっという感じがするわけでありますが、認知症の方を含む高齢者の理解についてですね、もう本当に大事だというふうに思います。先ほど言ったように、もう人ごとじゃないというようなパーセンテージでこうなるわけですし、その予備軍がいるわけでありますから、そういった中で来年度当初予算では関連する事業は見当たらないのではないかと思うんです。私が見た中では、どう展開して推進していくのかお尋ねします。伊藤保健福祉部長。はい、認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けていくようにするためにはですね、やっぱり認知症に関する正しい知識を広く普及いたしまして、正しい理解の下で地域住民が見守る、そういう仕組みづくりが必要であると考えております。で、このため、主に市町村では認知症サポーターを養成するための講座を小中学校を含む地域住民などを対象に開催しておりまして、県としてはそのサポーター養成講座の講師を務めるキャラバンメイトの養成等を、これはゼロ予算で、展開しているというところでございます。で、また学校におきましても、児童生徒が介護老人福祉施設等を訪問して、高齢者と関わる機会を設けており、こうした取り組みを通じまして、認知症の方を含む高齢者の理解を広めてまいりたいと考えております。菅間進委員。非常にゼロ予算ということ、非常に大事ですね。できることをどんどんやっていくことが大事だと思います。先ほどこれ言いましたけど、65歳にこだわっておりますが、残念ながら若年性認知症という方々も結構今多いということで、その相談事業を委託していると聞いておりますが、就労や社会参加等の支援まで行っているのかどうかについて、現状と取り組みについてお尋ねいたしたいと思います。伊藤保健福祉部長。はい、県では若年性認知症に対する取り組みといたしまして、認知症の人と家族の会に委託し、本人やその家族との個別相談および交流会開催などを実施してまいりましたが、若年性認知症は高齢期の認知症とは異なって、働き世代の方が発症するということで、就労、子育てなど、社会生活全般で問題が生じるものでございます。このため今年度から医療機関や介護事業所における若年性認知症の人への対応状況や、本人および家族の生活課題等の実態把握調査に着手したところでございまして、来年度は協力を得られた本人および家族を対象に、就労、経済状況等を含めたヒアリングを市町村とともに行う予定でございます。で、この調査結果を踏まえまして、今後必要となる支援について検討していきたいと考えております。菅間進委員。はい、ありがとうございます。若年性についても、いわゆる高齢者の認知症についても、もう家族が、大変だということは、さまざま皆さんお聞きになっていると思いますし、身近なところでも多分あるのではないかと思いますが、その介護、家族介護支援事業費が予算化されていますが、事業内容と今後の課題についてもお尋ねしたいと思います。伊藤保健福祉部長。はい、家族介護支援事業は、家族の介護負担軽減等を目的に、電話などによる相談事業や家族交流会の開催支援などを
認知症の人と家族の会への委託により行っているところでございます。で、認知症は初期段階からの対応というのが非常に重要でございますが、現実は重症化してからの相談が多いということから、この委託先である家族の会と市町村が配置する認知症初期集中チームとの連携を通じまして、早期診断早期対応につなげることによって、家族を支援していくことが重要であると考えているところでございます。浜松委員、ここにいて国の方は特別養護老人ホームをかなり増設する等々で、介護離職者ゼロ等々って動きもございますが、私は地域包括ケアの考え方が大事だなと、新オレンジプランの考え方はそうではないかなと思っているわけですけど、その中でサービスきつい高齢者向け住宅というのは最近できています。分散型が必要だと私は思っておりますが、県としての方向性についてお尋ねし、終了したいと思います。伊藤保健福祉部長。はい、現在国の検討会におきまして、鎖工住、いわゆる鎖工住ですね、鎖工住の適切な立地の推進や質の向上等を図るということで、拠点型の鎖工住ですとか、お話のありました分散型鎖工住の整備などについて議論がなされておりますので、検討いたしましては、この検討会の報告を踏まえまして必要な対応を行ってまいりたいと考えております。終わります。ここで休憩いたします。再開は午後1時といたします。お疲れ様でした。